皆さんこんにちは。東京湾で漁業をやっている山本です。このチャンネルでは東京湾の海の魅力や日々の漁業的な生活を配信しております。ということでですね、今日はこのタチウオ行きます。やっとですね、湾奥にもタチウオ入ってきましてですね、刺し網でですね取れた、タチウオなんですけども、今日はね、タチウオの卵ですね。捨てちゃう方もいるんじゃないかなと思うんですけど、我が家ではタチウオの卵を煮付けにしてます。こんな感じです。で、大人がですね、これ食べて、まあ、大体、まあ、美味しいって私言うじゃないですか。子供がね、食べてどうかっていう方がね、真実味があるんじゃないかなと思うので、息子がね、こう大好きなんで、聞いてください。袋に入っていますけど、どうすか、おいしいですか。あいちゃん行く、はい、結構ね、歯ごたえはある感じ。つぶつぶはそこまでわかるって感じじゃないんですけども、タチウオのね、卵、美味しいので、ぜひ、召し上がってみてください。以上です。では失礼します。